知ってる。世界には悲しいことがいっぱいあるって。届かない気持ち、分かり合えない思い、傷ついた約束。でもね、私この世界が好きだよ。この世界を守りたいって思うんだ。この空を、風を、大地を、そして、おーい、ライダー、よし、悪い。予定じゃもうちょっとマシに仕上がるはずだったんだけどさ、親父にも言われた、半人前以下、4分の1人前の出来だって。でもさ、俺なりに一生懸命作ったんだぜ。わかるよ。誕生日おめでとうな、コレット。ありがとう、ロイド。だから、ロイド、私、旅に出るよ。あなたのいる、この世界を救うために。
五大大戦は勇者ミトスの活躍によって終戦を迎えました。その後、勇者は女神マーテルと契約を交わし、戦乱の原因となった愚かなる者たち、ディザイアンを封印しました。続けてジーニアス。しかし近年、女神の力が弱まったことによって、ディザイアンが勢力を取り戻しつつあります。また、大地は疲弊し、草木は枯れ、世界は滅びの道を歩んでいます。女神の力を再び世界に取り戻す、ただ一つの方式。それが、巫女による世界再生の旅なのです。世界再生。ロイドが悪い。これ以上バカになったらどうしてくれるんだよ。ロイドが悪い。それがね、もううちのママったらさ、ほんと大変だったんだから。仕方ないけど。蝶があった。まもなく神託が下る。救済の日は近い。いや、なんかビリビリってうずいて。神託よ。聖堂に神託が下ったんだ。これっと。先生。姉さん、二人とも教室に戻りなさい。でもジーニアス、ロイド。何かあっても知らないわよ。我が名はレミエル。巫女として生を受けし者よ。選ばれし者よ。何時に問う。世界再生の旅へと赴く心の準備はできているか。はい。よろしい。今この時よりコレットは再生の巫女となる。我々天使はこれを祝福し、この世界に救いの塔を与えよう。